よう、クラウド。あんたはコルネオの…レズリーだ。ここで何してるの？それに、その怪我…別れた女を探し回って、その結果、ここにたどり着いたんだ。ウォールマーケットは、アニアンたちが七番街の避難所として開放した結果、随分と人が増えて、さらに騒がしい街になってるよ。ただ、コルネオの力を失って、シンナとのパイプもなくなったからな。正直なところ、いつ潰されてもおかしくない状態だ。マムが動いてくれているらしいが、どうなるかな。七番街は、まだまだ先が見えない状態だ。竜巻被害でハイウェイが崩壊したのは知ってるよな。それに加えて、突然の社長交代だろ。シンラは七番街どころじゃないのさ。特にスラムへの対応は、すべて後回しになってる。今は住民たちが瓦礫の撤去作業と、行方不明者の把握を進めているみたいだ。彼女の名前は、マールって言うんだ。ウォールマーケットであんたらと別れた後、俺はまず、マールの知り合いを当たってみたんだ。ただ当然、コルネオから逃げた女の情報を、コルネオの手下だった男に教えてくれるわけもなくて、なんとかミッドガルの外に出たって情報だけを手に入れて、それからは、街を転々としながら、地道な聞き込みさ。それで実は、ここを仕切っているロンリーゲスのパーティーで、ある女が景品にされている。ミッドガルから逃げてきた訳ありの女らしい。それが俺の尋ね人じゃないかと思ってな。景品？信じられない。ロンリーゲスは紳士とは言えない。その怪我は？パーティーでやられた。パーティーなんて呼んでるけど、ゲス流のねじくれた冗談だ。実際はモンスターと遊ぶことになる。命がけでな。そこであんたに仕事を頼みたい。パーティーに参加して景品を勝ち取ってくれ。今でも何でも屋なんだろ。まあな。頼む。休憩を。パーティーは5人1チームで参加できる。モンスターと5000タイマンバトルだ。挑戦できるのは人間だけだ。あんたらならきっとやれる。コルネオ杯で優勝した力見せつけてやってくれ。ここで育成したモンスターを高値で売ってるんだ。コルネオ、よく取引してたよ。私、モンスターの飼育員を目指す。ジョーカーを味わいな。骨は広く。パーティーに参加したいのか？
され、うん、攻めることだけをのごとく、うん、
腕に近づけ。クラウドなんとか、まさかここまで来るとは。いいチームじゃねえか。しかし遊びはここまで。こっからが本番だ。そんじゃお前ら叫ぶ準備はいいか。我らが最高傑作ジョーカーのお出ましだ。かまずの挑戦者をもて遊び続けて未だ無敗。クラウドなんとかはこのちぐられた道家に打ち勝ち、景品のかわいこちゃんを手に入れることができるのか。さあ声上げてけよ。クライマックスの始まりだ。片付いたな。クラウドの熱いダンス堪能させてもらったぜ。しかしまさか俺様の秘蔵をこうやっちまうとはな。チキショー、最悪だぜマジで。いくらかかったと思ってんだ。さあを見ようぜ。俺様とお前の未来をよ。どうだクラウド、俺様の戦績にならねえか。チョコボレースにバトルグラウンド稼ぎまくれるぜ。断る。ははつれねえな。今なら特別待遇で迎えてやるぞ。どうだ女はどこ。お、なんだ可愛子ちゃんが目当てか。お前もそんなに言うな。
よし、特別に女をおまけしてやるぜ。なーに、何でもやと俺様の仲だ。遠慮すんな。だから、専属になって考え直してみねえか。ねえ。あ？おお、ここにも可愛い子ちゃん。姉ちゃんも俺様の専属になるかい？はっ！二度と人を景品にしないで。もし景品に人が混じってたら手加減しない。いい？恋人さんと再会できた？別人だった。え？ミッドガルからの観光客だったらしい。ゴールドソーサーで詐欺にあって売られたって話だ。上に送り届けて保護してもらったよ。そっか。再会はお預けだ。諦めないからな。それであんたらはこれからどうするんだ？旅の途中だ。手に入れたいものがある。俺たちいつも何か探してるな。